ジェームズ・ディ・ブラック、ジェームズ・ディクソン・ブラック、1849年9月24日から1938年8月5日は、アメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、1919年に第39代ケンタッキー州知事を7ヶ月間のみ、務めた。先代のオーガスタ・ソースリー・スタンデが、アメリカ合衆国上院議員に選ばれ、知事を辞任したことに伴い、 ブラックが知事に昇格した。ブラックは1872年にテネシー州のタスカラムカレッジを卒業し法律を勉強しながら教師を務めた。1874年に法廷弁護士として認められバーバービルで法律事務所を開いた。その後息子と義理の息子がその事業の共同経営者になった。ブラックは教育に大変興味があり2年間 ノックス郡公立教育学区の監督官を務め、バーバービルにユニオンカレッジを設立する水車になった。ブラックはこのカレッジの学長を1910年から1912年まで務めた。1915年、ブラックは州知事選挙で民主党の副知事候補に選ばれた。それまで政治の経験はほとんどなかった。州知事、オーガスタス・スタンレと共に当選し、 スタンレーがアメリカ合衆国上院議員に就任するために知事を辞任したことに伴い、ブラックが知事に昇格した。知事であった7ヶ月間、その再選を目指した選挙運動に費やされた。その対抗馬である共和党のエドウィン・ P ・モローから、スタンレー政権に対してなされた汚職の告発に満足に応えることができなかった。選挙ではモローが4万票以上の差をつけて当選した。 ブラックはバーバービルでの法律実務に復帰し、その兄が設立した銀行の頭取りを務めた。アルバン・バークレイがアメリカ合衆国上院議員を目指した時に選挙マネージャーを務めていたが、その間の1938年8月5日に死んだ。ジェームズ・ディクソン・ブラックは1849年9月24日にケンタッキー州ノックス郡のリッチランド・クリーク沿い。 バーバービルから9マイル14キロメートルの地点で生まれた。父はジョン・クレイグ・ブラック、母はクラリッサ・キャシー、旧姓・ジョーンズであり、その12人の子供の末っ子だった。兄のアイザック・ J ・ブラックは南北戦争の時に北軍ケタッキー第4四万騎馬不評連隊の隊員だった。ブラックはバーバービルとその周辺にある田舎の学校と 会員学校で教育を受けた。1872年、テネシー州グリーンビル近くにあるタスカラムカレッジで学士号を受けて卒業した。卒業後はノックス軍に戻り、公立学校で2年間教師をしていた。これと同時に法律を勉強し、1874年8月に法廷弁護士として認められた。バーバービルで法律事務所を開いた。 1875年12月2日、ブラックはバーバービルでメアリー・ジャネット・ネッティ・ピッツァーと結婚した。この夫婦には3人の子供、ピッツァー・ディクソン、ガートルード・ドーム、ジョージア・クラリスができた。家族は皆メソジスト監督協会員だった。ピッツァー・ディクソンはダンビルのセンターカレッジを卒業し、その後バージニア大学で法律を勉強した。法廷弁護士として認められた後に、 父の法律事務所の共同経営者になった。ジョージア・クラリスは、HH ・オーエンスと結婚し、オーエンスもバーバービルの会社に加わり、ブラック・ブラックアンドオーエンスという会社になった。1876年、ブラックは、ノックス軍とウィットリー軍を代表して、ケンタッキー州会員議員に選ばれた。共和党が優勢な地区からの民主党委員議員として一期、一年間のみを務めた。 1879年、ブラックとバーバービルの市民が、バーバービルで、新しいカレッジを始めるための再建を購入した。ブラックは、このカレッジが、地域社会を一つにまとめることを期待していたので、ユニオンカレッジと名付けることを主張した。ブラックは引き続きカレッジの発展に関わり、その弁護士として、また資金集めの主導者として活動した。ブラックは、教育に深い興味があり、 1884年と1885年にはノックス軍の教育監督官を務めたが、その後は法律実務に復帰した。ブラックは以前からフリーメイソンであり、7つの機会に地元支部のマスターを務め、ロイヤルアーク、メイソンのバーバービル支部で二度視最長となり、1888年にはケンタッキー州のグランドマスターに選ばれた。1893年、 ケンタッキー州知事ジョン・ワイ・ブラウンにより、シカゴ・バンコク博覧会で、ケンタッキー州の林業、工業省を代表するコミュニオナーに選ばれた。1910年9月10日、ユニオンカレッジの第四大学長に指名された。翌年、母校であるタスカラム・カレッジから名誉法学博士号を贈られた。ユニオンカレッジの学長は1912年まで務めた。 ブラックは1912年に、ケンタッキー州の初代検事総長補となって、政治の世界に戻った。1915年、民主党から副知事の公認候補に押された。禁酒法については賛成派であり、同法に反対する、知事候補、オーガスタス・スタンレイとの均衡のために選ばれていた。選挙では対抗馬のルイス・エル・ウォーカーを8000秒以上の差で破り、スタンレイは、 共和党のエドウィン・ピー・モローをわずか421票差で破って当選した。これはケンタッキー州の知事選挙で最も少ない票差となっている。スタンレーとブラックは選挙に勝ったが政治的な同盟者になることは決してなかった。選挙や任務の時にはケンタッキー州憲法に知事が州を離れた時はいつでも副知事が知事を代行すると書かれている。このためにスタンレーは 自分がいない間に、ブラックが政府の役職の空席に誰かを指名したとして、それを承認できない可能性を恐れたので一度も州から出ようとしなかった。1919年5月19日、スタンレーがアメリカ合衆国上院議員に就任するために知事を辞任した時に、ブラックが知事に昇格した。ブラックの禁止法容認の姿勢のために、 スタンレイの支持者の多くが出て行き、一方で、禁止法反対者のスタンレイと関わりがあったことで、禁止運動家の間の支持も衰えていた。ブラックが知事である間に、衆議会の会期は予定されていなかったので、可能性があった議会との摩擦は避けられた。ブラックは即座に、スタンレイによる役職指名のまずさを告発されることになった。学校教科書委員会が特に批判の矢表に立った。 ケンタッキー州コー裁判所は、この委員会が、虚偽の形式で提出された、教科書を違法に選別していると裁定した。ブラックは、委員の辞任を要求したが、委員がそれを拒むと、ブラックは、欺瞞や、汚職以外に、彼らを除く権限は、持っていないと主張した。ルイビル・クルーリエ・ジャーナルが、ケンタッキー州上院によって確認が済んでいない、スタンレーの指名者は、 置き換えることができると指摘したが、ブラックはそれも拒んだ。ブラックが知事への再選を求めた場合に、スタンレーが指示することと引き換えに、ブラックはスタンレーの指名者を動かさないという合意ができていたと考える者もいた。固定資産2件に関する収相属税の問題も、ブラックにわざわいした。第一の事件では、スタンレー知事が、エルハークネスの死ぬ前に税を戻すという妥協案で、 決着させていた。この妥協案が批判され、ブラックは検事総長に捜査を依頼したが、ブラックが知事である間に解決できなかった。二つ目の事件ではスタンレーが、ロバート・ワース・ビンガム夫人の資産から、相続税徴収する、要、三人の特別弁護士を指名していた。ブラックはこれら弁護士が辞任して、その莫大な費用を払わなくて済むことを望んだが、 無条件で排除することを断られた。この動きは弁護士の一人がブラックの選挙参謀だったのでさらに悪い方向に進んだ。1919年民主党の予備選挙でブラックはケンタッキー州交差裁判所主席判事ジ,ジョン・ D ・キャロルに対して2万票以上の差をつけて知事候補に選ばれた。共和党はサイド・エドウィン・ P ・モローを公認し、1915年の 誤りを正せという権者に訴えた。ブラックは知事としての実績がほとんどなかったので、モローはスタンレーの政権を腐敗していたとて攻撃することで、ブラックに対する論人を張った。ハークネスとビンガム夫人に対する相続税の問題を、その証拠として取り上げ、宗教科書委員会に対して、ブラックが行動を取らなかったことも拠点いた。ブラックは、その選挙運動で前向きで言いようとしており、 スタンレー政権の弁護をするよりも、国政問題に焦点を当てた。ウッドロー・ウィルソン大統領への支持を鮮明にし、国際連盟に、アメリカ合衆国が加入することを支持した。しかし、ウィルソンを支持したことで、ドイツ系アメリカ人を離反させ、またウィルソンが、当時頻繁にあった石炭ストライキの扱いがまず、片言で、伝統的に民主党の支持基盤である、労働組合票も失った。 選挙日が近い頃、モローは、州党政委員会が承認し、A、SJ アームストロングというものから、通常価格の2倍で布を購入した契約を、暴露した。ブラックは、その選挙運動を一時棚上げし、捜査を命じることで、その告発に対応した。その捜査では、アームストロングが、議刑のために入札した、廃棺校であり、スタンレー政権で、 刑務所の役人をしていたことが明かされた。このような事実が明らかになったにもかかわらず、ブラックは統制委員会の委員を罷免しなかった。この問題が最終的にブラックの命取りになった。選挙の結果では、モローが4万票以上の大差で勝利した。ブラックは知事としての最後の日々で多くの恩赦請求を検討した。1919年12月1日、 ウィリアム・ゴーベル州知事暗殺の陰謀に加担したとして、18年間服役してきた、あと仮釈放されたばかりだったヘンリー・ユートシーニオ社を発行した。1918年、まだ副知事時代のブラックが、ジョン・ A ・ブラック国定銀行バーバービルの頭取に就任した。この銀行は、ブラックの兄が設立し、その名前が付けられていた。1920年には、 ケンタッキー州のために禁酒法検査官主任になった。後には、バーバービル墓地会社の取締役を務めた。1938年、アルバン・バークレー上院議員のために、ケンタッキー州第九区選挙マネアをしている時に、肺炎を患い、1938年8月5日に、死んだ。バーバービル墓地の霊病に葬られている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。